bitch! なあ、帰りにゲーセン寄ってこうぜ。ん？いつもみたいに身体装備を覗きに行かないのか？その言い方だと俺が変態みたいじゃねえか。実際そうじゃないのか。お前、俺のことをそんな風に見てたのかよ。俺は悲しいぜ。はいはい。それでなんで身体装備の見学に行かないんだ？単純な話だよ。部活が休みなんだ。休み？全国優勝を狙う強豪が？強豪も何もすごいのはゆのちゃんくらいだからな。他の生徒は普通だし、他の部活との体育館使用の兼ね合いがあって、どこの部活も週に1日は休みを取ってるんだよ。へえ、詳しいなお前。どの部活がいつ休むかも分かってるぜ。ジョバスが月曜、ジョバレが火曜。女子限定かよ。ああ、負けた。あいつ容赦なさすぎんだよ。この声は。1、2、3、4、2、2、3、4。こいつ。今日は休みなんじゃなかったのか？悪い悪い、あんまり熱心にやってるからちょっとからかってやりたくなってさ。お詫びに。ほら、ありがとう。学校で練習すりゃいいのに。今日はバスケ部と卓球部の日だからね。専用の練習場とかあれば別なんだけど。そこまでの予算は学校にはないと。どうだろうね。私がインターハイで活躍すれば学園も新体操部に予算を出してくれるかもだし。それじゃあお前には遅すぎるだろう。後輩のためにはなるし。うん、おいしい。疲れた体に染み渡る。スポーツドリンク飲むのに親父臭いな。それにいつも飲んでるやつだろ。ミナトのおごりだと思うと急に美味しく思えてきちゃって。現金なやつだな。まだ練習は続くのか？ううん、基本的な練習は終わって今はクールダウンしてるとか。ストレッチをしてたんだけど、一人だとどうしても限界があって。普段ならさつきさんが相手をしてくれるんだけど、困ったなあ。わかったわかった、俺がストレッチの相手をすればいいんだろ。さすが、話がわかる。あんな風に見られたら誰だってわかるって。
何すりゃいいんだ？私が足を開いて座るから、ミナトは私の背中を押して。ああ、前屈だな。わかった。こうか。そうそう、もっとぐーっと押し込んでみていいよ。それじゃこれくらいでどうだ？まだまだ。私体柔らかいし、さつきさんなんか全体重をかけて押してくるんだよ。それはどうかと思うが、わかった、もっと強くだな。そうそう、痛気持ちいいよ。もっといっぱいしていいよ。おう。あ、君のとっても大きくてあったかい。バカ、何言ってんだよ。だって本当に熱くて硬いし、ミナトとくっついてると思うと緊張してこんなに硬くなってる。硬っ。うん、いつもはもっと柔らかいんだよ、私の体。ユノ、そろそろ俺。あ、いたいた。遅くなってごめんね、お姉ちゃん。いい。そうた？お兄さんもこんにちは。この時間だとこんばんはですかね。ああ、こんにちは。ここへ何しに？お姉ちゃんがここで練習してるって聞いて迎えに来たんです。呼ばないと平気で何時間でも練習しちゃうんで。そういう港さんは何をされていたんですか？何をって、その。ユノの背中に虫がついてたからな、取ってやってたんだ。そうだったんですね。ちなみにどんな虫だったんですか？それ言わないとダメか？もし毒を持った虫、例えばセアカゴケグモだったりしたら連絡しないといけないと思いますし。真面目だ。私の自慢の弟だし。なんというか、兄弟揃ってこうと決めたら一直線なところがあるよな。で、どんな虫だったんですか？ああ、よくわからないけど、カナブンだったかな。カナブン、もしくは見間違えたコガネムシだとしても、どちらにも毒はないですね。
一安心です。そうか、よかった。しかしソータ、昆虫詳しいんだな。そうさせたのは君だけどね。小さい頃虫捕りとかに誘ってたでしょ。はい、お兄さんのおかげで虫の他にもいろいろなものに興味を持てるようになりました。そうだったのか。それじゃあ僕先に家まで帰ってますね。あ、うん。ユノを呼びに来たんじゃないのか。ミナトさんがいるから安心です。お姉ちゃんのことよろしくお願いします。ああ、任せとけ。久しぶりに会ったけど、相変わらず嘘みたいによくできた子だな。私もそう思うよ。本当にしっかりしてて、親の教育が良かったんだろうね。お前だって悪くないだろ。ありがとう。しかしソータもお前のオーバーワーク気味には苦労してるみたいだな。体を動かしてないと心配になっちゃうんだよね。おーい、今開ける。早かったな。って、さつき先輩。遊びに来た。迷惑だった？いや、迷惑なんてことない。むしろ気楽に来てもらって嬉しいくらいだ。そう、ならよかった。あー、でもタイミングがちょっと。何か問題？ちょうどカノンとフーカが出かけててさ、今家に俺しかいないんだ。それが問題？私は気にならない。俺と家で二人っきりってのはちょっとどうかな。そのいろいろとまずいような。ん？そうだ、外にお茶でもしに行こうぜ。その必要はない。私は上城の家で話をしたいから。そうか。ちょっと外は冷えてきた。お邪魔させてもらう。あ、まあいいか。じきに二人も帰っているだろうし。じゃあ何か温かい飲み物でも作るよ。ありがとう。上城の入れてくれるお茶も楽しみ。あ、先輩、そっちは俺の部屋で。分かってる。先に行って待ってる。飲み物を持ってきて。先輩、お待たせ。はい、これどうぞ。ありがとう。湯気を見ているだけでも、もう暖かく思える。ちょうどココアがあったからそれにしたんだけど、どうかな。溶かすだけだから俺でも大丈夫なはずだけど。うん、美味しい。あのさ、やっぱりちゃんとテーブルがあるリビングの方が飲みやすくない？ここでいい。上城の部屋を探検するのも面白そうだし。ちょ、勝手に探検しないでくれ。プライバシーは保護しないと。大丈夫、私は口が固いから。さつき先輩から外に拡散しなくても、先輩に見られるのがすでにダメージなんだよ。そう、それはつまり機密性が高いデータがこの部屋にはあるということ。
ダメだってば。あ、本棚が。大丈夫？怪我してない？してない。でも。ごめん！その、本の下敷きになると怪我すると思って。そうね。肌色ばかりの漫画本に押しつぶされたら、笑いもの。その、これはこれでそれなりに面白い作品で。あなたが肌色漫画を好きなのは分かったから、早く私の上からどいてくれる？うん、ごめん。でも同じ人間なのにあなたの手は温かく感じる。そんな慌てて手を離さなくてもいい。悪い気はしないって言ってるのだから。いや、まずいだろ。私は問題だとは思わない。まあ、さつき先輩がそう言うなら別にいいんだけど。ブラッと散歩に行くつもりで来たけど、楽しかった。そうだったのか。じゃあ、そろそろ帰る？あなたが早く帰ってほしいなら。そんなこと言わないよ。それなら、もう少しいる。あ、でも結構遅いから、家族には電話くらいしておいた方がいいと思うぞ。家に。電話。そう、家に。うん。どうしたんだ？携帯忘れたなら貸すけど。持ってる。じゃあ電話しておいたら？恥ずかしいなら俺は席外すし。別にそういうわけじゃない。じゃあないから。え？うまくいってないから。それって両親とってことか？そう、私の親は本当の親じゃない、義理の両親だから。え？ごめん、悪いこと聞いたかな。別にそのこと自体は悪いことじゃない。あ、そっか。あの、先輩、悪いついでにもう一つおかしなことを聞くけど。何？その、もしかして家で何かひどいことをされてるとか？え？ああ、違う。そうじゃない。君の心配は杞憂。そうか、それならいいんだけど。ひどいことも悪いことも何もない。何も。もしかしてそのせいでこの前もゲーセンにいたとか？一人でぶらついてたのは家にいるのが辛かったから。あの家には私の居場所はないから。そういうのは
誰か専門家とかに相談して解決していった方がいいんじゃ。ダメ。え？カウンセラーも先生も必要ない。絶対に誰にも話さないで。でもさ。他の人には話さないで。今のことは私たちだけの秘密。じゃあせめて俺だけは相談に乗るから。あなたが？ああ、俺の手助けくらいで解決するとかそんな幻想を持ってるわけじゃないけどさ。でも話すだけでも楽になると思うし、だからいつでも相談相手にはなる。ありがとう。いつかそうさせてもらうかも。ん？ D4U からだ。さつきさん、苦労してるみたいだね。そうだな。どうするの？私たち何かしてあげなくていいのかな？って言ってもな、これまで通りでいいんじゃないか？もちろん悩み相談とかされたら聞くけどさ。そっか、それもそうだね。ただ、さつきさん自分から話すかな。今日もたまたまって感じだし。まあそんな雰囲気はあるよな。とりあえずは様子を見るか。辛そうに見えたら気を使うようにしよう。そうだね、そうした方がいいと思う。やっぱり心配だし。お兄ちゃん、朝だよ。起きて起きて。起きろ起きろ起きろ。なあ。はい、起きて着替えてご飯食べて食器片付けて学校行く。ふう、わかったわかった。着替えて飯食って食器片付け。ちょっと待て風花、食器の片付けって今朝はお前の。ああ、僕も出かける準備しなきゃ。わあ、忙しい忙しい。はいはい、気をつけていけよ。じゃあ教室でね。ああ、また後でな。
というわけで、この X 型ウイルス、ネット上などでは存在が噂されているんですが、外国の一部地域では感染者が実際に確認され、それによって事件も起きているという話なんですね。しかし感染すると理性を失って暴れ出すなんて怖い病気ですね。そうなんですが、研究者によりますと、このウイルス感染力も弱く、発生も一部の地域に限られていて、時刻は間もなく。はい、それじゃあこれからホームルームの時間なわけですが、毎年恒例の体育文化祭が近いということで、今日はそのことに関する話し合いの時間とします。体育文化祭？まあクラスの出し物とかその辺を決めるわけだけど、実行委員、あとよろしくな。はい、任せてください。実行委員の私が仕切ります。今年の体育文化祭は学校のなんかの都合で10月31日の水曜日、つまり平日開催になっちゃいましたが、頑張ってやりましょう。というわけで、まずうちのクラスでは何をやるのか、そこから決めていこうかと思います。あ、ミカ、ちょっと待って。はいはい、何ですか？カノンは去年この学校にいなかったから、体育文化祭ってなんだかわからないと思うんだ。説明してあげて。ん？あ、そっか、そうだったね。それでは説明せねばなるまい。いいの？ありがとう。実はさっきから体育文化祭ってなんだろうってずっと考えてて。そっか、そりゃそうだよね。これって多分うちの学校にしかない行事だろうし。でもまあ説明としては簡単だよ。文化祭と体育祭の一部を一緒にやる感じ。そのまんまなんだ。あれ？っていうことはこの学校には体育祭はないの？ううん、体育祭は体育祭でやるんだけど、そっちは主にクラス対抗で真面目な競技をやって、こっちは部活対抗でゲームっぽい競技とか、あとは各運動部のデモンストレーションとか、そういうのをやる感じかな。へえ。ってことは、例えばユノは？うん、新体操部のデモンストレーションもあるよ。男子うるさい、黙れ。それじゃ説明が終わったところでクラスの出し物決めるよ。お化け屋敷か。まあ体育文化祭当日はハロウィンの日だし、ちょうどいいんじゃないか。そうだね。よし、とっても怖いお化け屋敷ができるように私も頑張らなきゃ。カノン、ずいぶん張り切ってるな。だってこういう学校行事に参加するのすっごく久しぶりなんだもん。楽しみで楽しみで。カノン、一緒に頑張ろう。私も部活の方を抜けられるときはクラスを手伝いに来るからね。うん、よし、
やるぞ。D4U からだ。体育文化祭か、なんか変な行事だね。確かに俺も変わってると思う。最初に聞いた時はなんだそれって思ったしな。要するに体育祭と文化祭が一緒になってるってこと？準備大変そうだね。イメージはそんな感じなんだけど、実際は文化祭にスポーツのイベントも挟んでる形式だな。時期は違うけど、普通の体育祭はそれはそれで別にやってるよ。じゃあスポーツの方はおまけなんだ。そうなるな。でも運動部とかからの評判はいいし、俺も悪いことはないと思うよ。そういえばここのクラスってお化け屋敷やるんだよね。ねえねえ、どんなのやるの？さすがにもう10日もないしな。大筋は決まってるんだけど、聞きたいのか？もちろん。あ、けど実際僕が入る時のネタバレになっちゃうのもあれだから、どんな雰囲気にするかだけ教えて。仕方ないな。まずみんなで決めたテーマは、体育文化祭だからってみんな張り切ってるな。まあカノンも楽しそうだったし、俺も買い出し頑張るか。材料のメモは、さつき先輩お疲れ様。どっか行くのか？買い出し。奇遇だな、俺もなんだ。そうだったんだ。じゃあ一緒に行かないか？別に構わない。びっくりした、まさか OK してくれると思わなかったよ。自分で誘ったくせに。いや、純粋に嬉しいんだよ。びっくりしただけ。じゃあ行こうか。ええ。先輩のクラスもそうだけど、俺のクラスもひどいよな。買い出し担当が一人だけってさ。何買うの？この紙に書いてあるんだけどさ。これならショッピングモールに行けば全部揃う。そうなのか？ちゃんと買える？ガキじゃないんだから、お使いぐらいできるって。不安すぎる。ついでだし私もついていく。え、でも遠いし、いいのか？ユノのクラスを失敗させるわけにはいかないから。そういうことか。でも先輩が一緒なら心強いな。ユノはどんな出し物をするの？ユノだけじゃなくてクラスの出し物なんだけどな。お化け屋敷だよ。怖がるんじゃ。あいつは脅かす側だから、むしろ張り切って準備してるよ。そう、楽しそうでよかった。あいつの勇姿見に来てやってよ。当然。これで私は終わり。俺は他に手芸屋と、あとは文房具屋にも行かなきゃいけないんだよな。手芸屋は向こう。え？でも先輩もう終わったんじゃ。ついでだから付き合う。
ありがとう。さつき先輩って意外と優しいよな。別に。お前、今暇か？ああ、暇だけど。お化け屋敷で使う塗り壁の材料がなくてさ、体育館にあるマットを借りようってことになったんだ。だから湊、休み時間の間に取ってきてくれないか？俺一人でか？はぁ、仕方ないな。行ってくる。なんだ、君なの？いきなりやってきてなんだって。さつき先輩こそ後輩の教室に何か用か？湯野に用があったけど、あいつちょっと用事があるって出かけたよ。まだ戻ってきてないみたいだな。そう。一緒に探しに行くか？わざわざ？俺今から用事で体育館まで行くんだよ。だからそのついで。私の用事についででついてくるなんて。生意気って？お人よし。そうか？行くならさっさとして、時間なくなる。はいはい。あ、言うの。あの様子だと友達と話してたみたいだな。よかった。あれ、ユノのとこ行かないのか？何か用があったんじゃ。顔が見たかっただけ。もういい。そうか。本当に先輩はユノが好きだな。まあそれじゃ俺は。私も行く。え、なんで？マット持ってくるだけだから何も面白いことないぞ。ユノを見つけてくれたご褒美。え、どうも。で、マットをどうするの？俺の教室まで運ばなきゃいけないんだけど。なら手伝う。いや、そこまでしてもらわなくて。ユノを探してくれたご褒美って言ったでしょ。お礼じゃなくてご褒美なのか。でも確かに助かるかも。ありがとう先輩、お願いします。素直でよろしい。ただいまー。この音は。おい風花、今日の晩御飯のメニューは。え？お帰りなさい。今ご飯を作っているの。でも、もう少し時間がかかりそうだから、先に着替えてゆっくりしてて。なんでカノンがキッチンにいるんだ？なんでって、学校から早く帰ってきたからに決まってるでしょ。だから、今日は私がご飯の準備をしようと思って。いや、そうじゃなくてさ、料理は普段風花がしてるだろ。なんでカノンが。え、たまには私が料理したっていいでしょ。ね、風花ちゃん。うん、
そうだね。おい、なんでカノンが料理してるんだよ。フーカ、お前止めなかったのか。止めたよ。でもカノンちゃんが料理したいって言うんだもん。しょうがないじゃない。さあ今日は何を作ろうかな。二人は何が食べたい？とりあえず何でもいいよ。それよりさ、一人で料理するのは大変だろうから、風花に手伝ってもらうのはどうかな。うん、それがいいよ。包丁とか火加減とかは僕に任せてさ、カノンちゃんは食材を取ったり洗ったりしてくれればいいからさ。それじゃあ料理したことにならないでしょ。二人ともさっきからなんだか変ね。もしかして私が料理するのが不満なの？いや、そういうわけじゃないんだけど。カノンちゃん一人で料理するのは危ないよ。だから僕に任せてさ、カノンちゃんはゆっくりくつろいでいてよ。私だって一人で料理くらいできるよ。そんなに子供扱いしないで。私だって周りの人に何かしてもらうだけじゃ嫌なの。私からも何かお返しをしたいの。それは風花ちゃんみたいに上手な料理は作れないかもしれないけど、私なりに一生懸命美味しい料理を作るから。だから二人には私の料理を食べてほしいの。そして私が自分一人で頑張れるところを見てほしい。カノン、ねえ、ミナトも風花ちゃんも私が料理するのがそんなに嫌？それは。カノンちゃんが危ない目に遭ってほしくないだけで、別に料理することには反対してないんだけど。俺だってそうだ。カノンが自分の力でいろいろなことをやってみたいって言うなら邪魔したりはしないぞ。ミナト、フーカちゃん、ありがとう。私一生懸命美味しい料理を作るからね。なあカノン、今日の夕食は何を作るつもりなんだ？コロッケだよ。ミナトもフーカちゃんも好きでしょ。いきなり揚げ物か。正直ちょっと怖いな。カノンちゃん、油を使うときには気をつけてね。うん、大丈夫、任せといて。さてと、まずはジャガイモの皮を剥かなきゃね。これ結構難しいかも。包丁が滑りそう。包丁はやめとけ。ピーラーを使うんだ、ピーラー。次はジャガイモや玉ねぎを調理しやすいように切ればいいんだね。よいしょっと。あ、カノちゃん慎重に。包丁を使うときは猫の手だよ、猫の手。じゃがいもは水の入った鍋で茹でて粉吹き芋にして。そうそう、火加減に注意して。玉ねぎはひき肉と一緒にフライパンで炒めて塩コショウ。わあ、だから火加減に注意してってば。じゃがいも、玉ねぎ、ひき肉を混ぜてコロッケの形に作って、
き卵、小麦粉をつけるんだっけ。逆逆、小麦粉、溶き卵、パン粉だよ。小麦粉をまぶして卵をくぐらせてパン粉を表面につけなきゃ。あとはこれを180度の油の中に。え？うわ、投げ入れるな、危ない危ないってば。風花ちゃんのおかげでなんとか料理ができたよ。二人ともありがとう。そんなことないって、俺たちは見てただけだし。うん、ちょっとアドバイスはしたけど、でもカノンちゃん、僕たちが思ってたよりずっと料理が上手で驚いちゃったよ。私なりに一生懸命作ったから美味しいコロッケになっているといいんだけど、もしあんまり美味しくなかったらごめんね。心配いらないって、カノンの作ったコロッケだぞ、うまいに決まってるじゃないか。そうかな、だといいんだけど。それじゃみんな食べてみて。いただきます。はい、うんうん、いただきます。うんうんうん、どう？ん？カノン、これ美味しいよ。ほんと、上手に揚がってるよ。とっても美味しい。ほんと？お世辞じゃなくて？お世辞じゃないって。ほら、カノンも食べてみなよ。いただきます。どうだ？本当だ、これ結構美味しい。自分で言うのもあれだけど、でも焦げの部分が少し気になるな。やっぱり風花ちゃんには負けるよ。カノンは自分に厳しいな。でも反省材料が見つかったってことは、次はもっと美味しいコロッケが作れるってことだろ。それにいきなり完璧な料理を作られたら、長年料理をしてきた僕の立場がなくなっちゃうよ。それもそうだね。じゃあまた今度私が夕食を作ってもいい？もちろん。カノンももういろいろと一人でできるようになったみたいだし、これからは料理も担当してもらおうか。ありがとう。カノンちゃん、今度は僕と一緒に料理しよう。美味しいスイーツ、僕たちで作ろうよ。うん、よろしくね、風花ちゃん。